追悼プレートのある8の差はカールの1福岡大学ワンダーフォーゲルブヒグマ事件は1970年7月に北海道静内郡静内町の日高山脈カムイエクーチカウシ山で発生した獣害事件。若いメスのヒグマが登山中の福岡大学ワンダーフォーゲル同好会会員を襲撃し3名の死者を出した。福岡大学ワンダーフォーゲル同好会ヒグマ襲撃事件、福岡大学アンゲルブイン飛行山系遭難事件とも呼ばれる。福岡大学ワンダーフォーゲル同好会所属の男子学生 A、B、C、D、E の5人は1970年7月12日9時に列車で博多駅を出発し、14日に新徳駅へ到着した。14時半に目室岳へ入山。そのまま目室岳からペテ狩岳へ、日高山脈を縦走する計画だった。25日、中間地点であるカムイエクーチカウシ山の旧の沢カールでテントを張ったところ、ヒグマが現れた。ヒグマがいない九州から来た彼らは、恐れることなく様子を見ていたが、ヒグマが荷物を漁り出したため恩を立てて、追い払い荷物を取り返した。しかしその夜、再びヒグマが現れテントに穴を開けた。身の危険を感じた彼らは交代で見張りを立てたが、その後は現れなかった。26日の早朝、再びヒグマが現れテントを倒した。A の指示で B と E が救助を呼ぶため下山を始めた。その途中で、同じく登山をしていた、北海学園大学や鳥取大学などのグループにあったので救助要請の伝言をし、B と E は他の3人を助けるため山中へ戻った。B と E は昼頃に合流し、5人でテントを修繕した。16時頃、寝ようとしていた彼らのもとにヒグマが現れ居座った。彼らは鳥取大学のテントへ避難するため、旧の沢カールを出発し、歩き続けた。しかし、鳥取大学や北海学園大学のグループは、ヒグマ出没の一報を受け、すでに避難した後だったため、仕方なく彼らは夜道を歩き続けた。不幸にもヒグマは彼らを追いかけ、追いついた。ヒグマはまず、E を襲い絶命させた。C は、他のメンバーとはぐれてしまった。彼らは一目散に逃げ、その夜は、ガレ場で夜を過ごした。27日早朝、深い霧が出ていたため視界は悪かった。下山する途中で、ヒグマはまた現れた。A がターゲットとなりそのまま襲われて死亡した。B と D は無事下山し、逃げ延びた2人は5の沢砂防ダムの工事現場に駆け込んで車を借り、18時に中札内駐在所へ到着した。仲間とはぐれた C は、鳥取大学グループが残したテントに駆け込み一夜を明かしたが、27日の8時頃にヒグマに襲われ、死亡した。C は死の直前まで様子や心境をメモに書いていた。28日、十勝山岳連盟の青山義信を現場隊長とし、帯広警察署署員や十勝山岳連盟、猟友会などからなる救助隊が編成された。さらに、帯広警察署は、カムイエクーチカウシ山などの日高山脈中部の入山を禁止した。翌29日、早朝から捜索していた救助隊は14時45分頃に8の沢カールの北側、ガレ場下で2人の遺体を発見した。遺体は九州から捜索に加わっていた福岡大学ワンダーフォーゲル同好会会員によって A と E であることが確認された。29日16時半頃、ヒグマは8の沢カール周辺でハンター10人の一斉射撃により射殺された。亜生中のメスであまり大きくはなかった。30日には C の遺体も発見された。雨天で足元が悪いことから遺体を下に下ろすことができず、31日17時に8の沢カールで3人の遺体は火葬にされた。8の沢カールには追悼のプレートがかけられ、そのプレートには鉱山に眠れるゴレイヤン彼と晩夏も金氏8の沢と追悼の句が記されている。3人を殺害したヒグマは解剖されたが、体内から人や持ち物などは確認されなかった。このヒグマは剥製にされ、中札内村の日高山脈山岳センターに展示されている。野生動物研究家の木村盛武は次の指摘をしている。ありがとうございます。